見破られるとは。おかしい。いつもは巫女姉さんですら説を見つけられないのに。え、説の尻尾出てたのか。緊張してたせいだ。忍術大大大失敗。説に何か用か。その志村屋に美味しい新料理があるらしい。八重堂に面白い娯楽小説があって、愛沙銭湯には気持ちいい温泉があるらしいぞ。それに今日の天気はとてもあれだ。何か用か。本当に何もない。眠たいから節はもう寝る。もう行くぞ。追っかけてくるな。どうせ追いつけないから。弱みをついてくるとは。主は巫女姉さんと同じように厄介だな。お願いだから見逃してくれ。よかろう。本当のことを教える。でもどんなに驚いても告げ口はしないと約束してくれ。節は週末版の忍者だということは知っているな。週末版の隠密部隊は上の者たちにとって都合の悪い仕事をするのだ。暗殺もそのうちの一つ。なぜ全く怖がらないのだ。こんな慎重だから暗殺を口にしても全く威圧感がないというのか。まあとにかく暗殺は恐ろしいことだ。主はもう少し怖がった方がいいと思う。命令の内容を見る限りそうだったが、説も主に何かするつもりは全くない。おかしい。説のところにそのような命令は来ないはずだ。なぜならいつもはもっと適任者がいるから。このことを気にするあまりぐっすり寝れなくなったゆえ主に会いに来た。そして何事もなく無事であった。めでたしだ。誤解されるのが怖かったんだ。もし主を暗殺しに来たと知られたら主がどんな反応をするか想像がつかない。結局主は全く怖がらず平然としていたからほっとした。誰を当たるつもりだ。シャブ業の人か。巫女姉さんは節の監視役として上から任命されたもの。少しでもサボろうとすると捕まえに来る。節の睡眠を妨害する専門家だ。でも彼女ならこの暗殺命令について知ってると思う。彼女のところに連れて行くことはできるが、節は距離を置いて隠れてる。もし節が近くにいることがバレたらきっとお説教してくるに違いない。そして罰としての強制労働を課せられる。そうなると寝る時間がますます少なくなってしまう。彼女は鋭いゆえ節と会ったことは決して言わないようにしてくれ。決して節を裏切るなよ。約束だぞ。あの子またどこか行ってしまったのですか。あら、こんなところでお会いできるとは思いませんでした。あなたが噂の旅人さんですよね。お会いできて光栄です。はい、上里お嬢様から聞いた通りのお方で、人違いではなさそうですね。私に何かご用でしょうか。
はい、私はサユという子を探しています。その子は忍者で、私が目を離すとすぐ消えてしまうんです。いつも仕事をサボる子でして、ここはサユがよく居眠りする場所です。私が来ることを察知して前もって逃げたのでしょう。何か心当たりはありませんか？その子はとても特徴的なムジナに似た服を着ています。あ、そうですか、わかりました。では私は引き続き左右を探そうと思います。え、そんなはずは。誰から聞いたのですか？それともその任務についている忍者と会ったのでしょうか？でしたらきっと考えすぎだと思いますので、安心していいと思いますよ。あなたはシャブ業に協力したことがあるお方、忍者を手配してまであなたに危害を加えようとする人なんていません。サユ？もしかしてその暗殺の件、あの子と関係があるのですか？それなら心配いりません。忍者にとって大切なのは忠誠心ですので、勝手な行動はしないはず。たとえサユみたいな常にサボり命令を無視しがちな忍者でも、その原則には反しません。もちろんあの子はまだ若いので、そのような重い仕事を任せることもありません。どうしました？まだ気になさっているのですか？では念のためシャブ業に行ってこの件について確認してみましょう。私は神社の巫女ですが、週末版の仕事も掛け持ちしているので、これも私の責務です。遅くなって申し訳ありません。今すぐ確認しに行ってきます。できるだけ早く返事しますね。はい、バレなくてよかった。こんなピリピリした雰囲気、たとえ節でも寝れっこない。うい、そうなると心当たりがなくなる。ただ強いて言うなら、シャブ業の命令を週末版に伝達する役割のおっかない人がいるらしい。暗殺任務は直接その人に報告する必要があるとか。でも節はそのような仕事をしないから、ほとんど話したことがない。どうすればいい？え、そんなこと刹にはできない。人はもちろん、オニカブトムシでさえ殺せないのに。ってやられたふりか。びっくりしたぞ。でも刹は嘘をつくことも得意じゃない。わかった、刹の名前が書かれた袋にそれを入れて報告用の大きな箱に入れる。あの人がそれを見たら刹と連絡を取ろうとするはず。でもすごく遠い、めんどくさい。わかった、寝る時間を少し後回しにする。ここで節を待っててくれ。すぐに戻ってくる。はい、はい、戻ってきたぞ。疲れた。すぐに彼は見つかった。なのに外で待ってろと言われた。おかしい、どうして直接奉行所で会わないのだろう。早く待ち合わせ場所に行ってはっきりさせよう。その後はぐっすり寝たい。
左右、君が任務を達成したというのは本当なのか。君、暗殺系の仕事は全くの未経験だったはずだ。ましてや相手はあの有名な旅人。なぜそうもうまくいったんだ。説はその不意打ちをしただけだ。相手は全く反応できなかった。つまりドンタワーだけで終わった。しまった、全くの予想外だ。どうしてこんなことに。いつもは終末版の命令を無視するのに、今回に限ってやけに張り切るとは。眠くない時もたまにはあるのだ。説を甘く見るな。暗殺術ぐらい師匠から教わったことがある。ただ使うのを許されていなかっただけだ。わかった。じゃあ俺は戻って報告してこよう。止まれ、まだ行くな。おい、出てきていいぞ。どういうことだ、左右。俺を騙したのか、それとも目の前にいるのは怨霊か。そのような任務はないと節たちは巫女姉さんに確認してもらった。だから一芝居して悪者の小川をおびき出したのだ。待て、誤解があるようだから説明させてくれ。暗殺命令を偽装したのは事実だが、それには訳があるんだ。昨日うちの子が行方不明になったんだ。何かあったのではと心配していたところ、急にカイラギたちが俺の前にやってきて子供をさらったと言ってきた。協力しなければ人質の命は保証しないと脅された。しかもその内容がシャブ業の命令を偽造し君を暗殺することだったんだ。ん？なんだかおかしい。カイラギはなぜ彼を殺そうとしてるのだ。それになぜ終末版に任せた。そうなのか。ことの経緯はこんな感じだ。俺もおかしいと思ったんだが、奴らに深入りするなと言われ、あまり情報を聞き出せなかった。あの時は本当に怖くてな、言われた通りにするしかなかったんだ。そこでふとひらめいたんだ。終末版の中で暗殺任務をしないのは左右だと。しかも加納奈々という監視役もいる。この命令を左右に任せれば君に危害は加わらないと思った。左右は任務を遂行しないと思ったからな。そしてうちの子を救い出すためこっそりと天領奉行に連絡しようとしたところ、予想外なことに任務報告用の箱に左右の袋が入っていた。それは任務が完了したことを意味する。だから驚いたよ。そのため説に会った時何とも言えぬ顔をしてたのか。ああ、彼はシャブ業の大事な客だ。危害を与えるわけにはいかないだろう。左右が成功したと聞いて想定外の出来事におじけづいた。君が無事でホッとしたよ。話を聞いた感じ嘘ではなさそうだな。つまり子供はまだカイラギに囚われたままなのか。ああ、あいつらをどうおびき出せばいいのか天領奉行の人たちが全員頭を抱えている。もし軽率な行動を取れば子供が危ない目に遭うかもしれない。それだけは何としても防がないと。ならば相手の計略の裏をかけばいい。ね、そんなことどうやって。説はこう思うのだ。もし本当に暗殺が成功していたら主は必ずカイラギに報告するだろう。ああ、
その報告でうちの子を返してもらえるからな。大丈夫だ。節と主が近くに潜んで状況を見て行動する。そうだろう、節の忍術も必ず役に立つ。なら奴らに連絡してみる。ついでに天領奉行の人も呼んでこよう。うちの子の命を君たちに託す。どうか無事に娘を助けてくれ。カイラギは見つかったようだな。きっとあれが小川さんの子供だ。主が暗殺されたことを知ったらおとなしく人質を返してくれるだろうか。やはりまともに交渉できない奴らなのか。そうか、いつでも行動できるように準備しておく。おい、忍者に処理させるよう言っていた奴はもう始末した。これは彼の髪の毛と服だ。ほう、見せてみろ。ふん、偽物じゃないみたいだな。この派手な髪を決して忘れはしない。所詮よそから来た旅人だ。よくもまあ俺の手下に手を出してくれたな。全く怖いもの知らずにも程がある。ただ残念なことにこいつに反省をする機会はもうない。じゃあ約束通り俺の子を返してくれ。はあ、何をボケたこと言ってるんだ。なんだと。俺様は言った通り行動しなかったらこのガキを始末すると言っただけだ。約束を果たしたら返すなんて誰も言っちゃいない。お父さん、俺らはもう十分親切にしてやっただろう。安否を確認させるためにガキもわざわざ連れてきた。このまま俺らのために働いてもらうぞ。そんな、約束と違うじゃないか。お前ごときがこの俺様に向かって大声でわめくな。あいにく俺は気性が荒くてな、間違って俺様を怒らせたらお前も始末しちまうかもしれないぞ。それとも大声を出したのはもう幕府の犬どもがこの件を知ってるからか。ああ、そんな勇気はない。でも俺の子はどうすれば俺の子を返してくれるんだ。そうだな、お前らが抱えている無敵の忍者を使っておせっかいな天領奉行を何人か始末してもらおうか。そんなことできるわけない。週末版が天領奉行に手を出すなんて。そんなことお前の小さな脳みそでどうにかしろ。もういい、お前に喋ることはもうない。とっとと失せろ。ちくしょう。このまま逃がすか。はあ、誰だお前、忍者か。あとお前は、お前はもうとっくに。くそ、野郎どもかかれ。お前は俺様を騙した借りは後で返すからな。来るな、これは警告だ。お前さすが有名なだけはあるな。だが忘れるんじゃないぞ、俺には人質がいる。少しでも動いてみろ、こいつの命の保証はないぞ。信じないのな、何が起きたんだ。いつの間に移動した。主も終末版の忍術の凄さを知っているのだろう。すり替えることなんて朝飯前だ。はあ、簡単すぎて眠くなってきたぞ。このチビめ、俺様を舐めやがってぶっ殺してやる。そこまでだ。彼が報告にあった誘拐の容疑者だな。そうだ、人質はもう救い出せたから早くとっ捕まえてくれ。くそ。お父さん、
信じてた。よしよし、もう泣く必要はないぞ。お父さんがいるからな。もう大丈夫。さあ、助けてくれたこの二人にお礼を言って。お兄ちゃんとお姉ちゃん、どうもありがとう。お姉ちゃんどういたしまして。優れた判断力と抜きんでた武力、大したものだ。サユ、君もだ。忍術の修行をおろそかにしているのかと思いきや、昔よりも格段に強くなったな。先に子供を連れて帰るよ。この子のお母さんが俺よりも心配してるもんでね。みんなご苦労だった。改めて礼を言わせてくれ。気をつけて帰れよ。お兄ちゃんとお姉ちゃん、バイバイ。少し待ってくれるか。気になることがあるのだ。このカイラギたち、初めてこういうことをしたとは思えない。もし何か手がかりを見つけて調査できれば、大物が釣れるかも。最初は興味なかったし、誘拐の件もなんだか面倒くさかった。でも泣いてる子供や悪い大人を見て思ったのだ。このまま放っておくわけにはいかないと。その瞬間、全てが自分のことのようになった気がする。それに最後、あの子はセツたちにお礼を言って、セツのことをお姉ちゃんと呼んでくれた。そう呼ばれることはめったにないんだぞ。いや、いつも今のように元気なわけではない。今回は特別だ。もう二度とないかもしれない。この仕事が終わったら、誰にも見つからないような場所に行ってぐっすり寝る。ぐっすりと、ぐっすりと言ってるうちに眠くなってきた。いや、戻ってからにする。今寝てしまったら何かを忘れてしまうかもしれないから、節を心配するな、心配するな。